そうですね、はい、しないんだったら、そうは言っても今FJ また高いですからね。そう人気ありますよね。そうなんですよ。だからなんかちょっともしかしたら買い方も考えてもいい、ね、そうですそうです売却してなんか新しいの乗ってもいいんじゃないかっていう考えもあるんですよね。あ、なるほど。だからまあとりあえず一回これやって、はい、で出来上がって、まあ、少し乗ってでなんか何がいいですかね今ね。欲しい車なかなかないですよね。ルミノックスなんですか。ちょっと何がいいですかねって、ええ、これあなたのじゃないですよね。そうですね。そうですね。びっくりした今。アウトランダーちょっと今気になってるんですよね。アウトランダー気になってる。だからこの前市木さんがこれ買ってたんですよって言って、うん、あの時に見て、はいはい、おいいなぁなんて思ってたんで、でもこういう色があるって知らないから見たらでもいい感じでやってあるじゃないですか。で内装がもうとにかくかっこいいじゃない。いやいいですね。そうなんですか。俺この配色がもうすごい好きですね。オレンジ黒。はい、オレンジ黒が。マッサージ体験されるともっといいです。あ、そうか、マッサージがついてる。マッサージがついてるんですか、これ。マッサージついてるんですすっげえいいくない。なんでこれ走りのモードが全部変えられる、うん、走りもすごい。電気自動車ですよね。FJ こんな風なハンドルにしたいよな、どうせだったらな。黒っぽい。これハンドルもちょっと小ぶりなんですかね。そうですね。ね。で、ハンドルヒーターもついてます。もう至れり尽くせりですね。これすごいですね。これでも電気自動車でしょ。電気自動車です。でも電気でだけでどれぐらい走るって言ってましたっけ。80キロぐらい。80キロぐらい、はい、全部なんかかっこよくないですか、全体的なデザインが。そうですね、すげえいいなこれ。色合いがいいですよね。色合いがもう抜群、はい、今ね日本の車でこれ一番欲しいの。音楽もね全部BOSEなんですよね。ちょっと走ってみます？行ってみます？ちょっと走ってみましょう。はい、もうすっごい平和じゃないですか。うん。音しないんですもん。はい。もう昔はもうバイクでも車でもどんだけ音出したいかってやってましたけどね。もうね今ねジジイだからなるべく静かに暮ら、静かに暮らしたいんですよね。これね窓閉めると救急車の音もあんまり聞こえないです。そんなに密閉性がいいんですね。外の音聞こえないですよ。ほんといいなぁ。ほらトラック来ても聞こえないですよ、ね、すごいなぁ。走りもいいしなぁ。いや欲しくなっちゃったなぁ。欲しくなりますよね。ここはあの住んでる頃は僕と愛犬文太ちゃんのお散歩コースだったんですけどな。また家いっぱい増えて。本当だ。結構著名人いっぱいいますよ。おー、僕住んでる頃こんなにね立ってなかったですね。まだね。あ、すごい増えたんだな。すごいですよ、うん、今素敵な家ばっかりじゃないですか。そうなんですよ、これはいいとこなんですよ ね。プール置いたり。おおお、本当プールがある。はい、すげえ。ここら辺プールのある家結構何軒かある。あの、おしっこしてちゃう。あ、そうですね。あれですね。かわいい。今車の走り見に来たかと思ったら家見に来てますよね、これね。なんかいいです、いいな。どうですか、これ。すっげえ素敵なとこじゃないですか、これ。なんかみんなかわいいお家ばっかりですね。この家もプールがあるんですよ、でっかい。いいな。で、家と家がちょっとこの道路が広いから、ね、あんまりこうなんていうのギシギシしない。いや、いい、このお家もいいけど、しかしちょっとアウトランダーどうしますか、これね。この車いい、やっぱり。え、でもこれ80キロ走ったらもう
これ電気と両方で走ってるんですか。今は電気ですかこれ。電気だけです。今電気だけ。電気だけです。え、でも途中で自分で発電もしないんですか。あのパワーが足りないときは。で、あとはガソリンで。もうなくなってきたらガソリン。あとここでモードを変えられるんです。これを、これで今チャージにすると、こっちエンジンがかかりだして。でガソリンだと、はい、どれぐらいリッターどんぐらい走るんですか。10キロぐらい走るんですか。10ちょっと走るんじゃないですか。俺ねもう10ちょっと走ってるけど全然いいですね。ですね。はい、もう全然いいです。で何キロ何リッター入るんですかこれ。60ぐらい入るんじゃないですか。あとまあそれで600キロ。だから停電時に家につないで、普通の家庭だったら2日はかかんないけど、なんか全然電気使えるだろうし。家の電気が。はい。はい。いや、いいな、やっぱりな、こうな、久々に帰ってくると。いや、車のあれから全然違うことになっちゃうんですね。いいですね。ああ、このお家もかっこ綺麗になった、壁が変わった。はいはいはい。あそこ崩れましたからね。あ、そうなんですか。はい。みんな綺麗なんですか。この辺もね、なんか家建って。あ、マリーナも全然変わったんだ。はい。侵略してます。井戸端おばちゃん元気かな。おばちゃん元気。おばちゃん元気。寄ります。おばちゃんちょっと寄ってきましょうか。あ、いや寄って、寄ってきましょう。元気ですか。全然変わらないですね今日ね。変わらないよ。変わりようがないよ。ちょっと結果濃くなって今日ね、僕ね、YouTube のね、撮影でね、ちょっとね、西木さんと遊びに来て、で、ぐるぐる回って、あ、おばちゃん元気だ。やってこう。そうそうそう。あ、全然ちょっと若返ったんじゃないですか。逆にいいぞ。いやいやいや、いや、本当若返った。なんか嫁にでも行くのかなと。痩せたんですかね。そうなんです。ね。うん、何キロぐらい。あら、でもなんかすごい。でももう若返った。うそ。ほんと。そうか。ちょっとまた遊びます。突然。大変引っ越し前からお世話になっております。突然すみません、お邪魔します。ありがとうございます。僕が引っ越してきた時なんていうのはもうここもなかったし、もう、うん、全然なかったですね。もう8年だよ、引っ越して。そんなに経つ。正俊26だよ。2年生だから来た時ね、そうなのよ。だからいいな、やっぱり。うん、裏のリュウちゃんとね。そう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 、空手のね。そう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 、いいな。今日なんかあれですよね、いい番組になってきましたね、ほのぼのとした。あ、似合わないですけどね。似合わないですけどね。いや、こう見えていい人なんですよね、僕はね。なんで止まっちゃうんですか、おばさん。とりあえずですね、はい、今いろいろちょっと懐かしいね、ポイントを回ってきましたけどこれからですね、もうこれだけストックヤードがありますから、クアドロベットには。その中にも、まあ市木さんも僕もそうなんですけど、いいなと思うと買ってしまう癖があるんですね。あの人ん家の家に行って靴くわえて帰ってきた犬みたいな。で、市木さんが処分したい車もあるっていう。これも良ければ譲ってもいいと思います。そうですね。そんな車もちょっと紹介してもらいましょう。このバーを。おお、これいいじゃないですか。今これ5万キロぐらいしか乗ってないんで。マジですか。はい。これで何年車ぐらい。え、これいいじゃない。全然いいじゃない。いいです、いいです。え？これ全然いいじゃないですか、これ。中も綺麗ですよ。中綺麗。はい。外装も悪くない、全然。はい。え、ワーゲンの。これ今90年代。大人気。どうでしょうね。はい、これでおいくらぐらいですか、大体。130ぐらいで売れると嬉しいですよね。130万ぐらい。いいじゃないですか。でも。今のこのお話の中だけのさ130、はいはいはい、他の人はもうちょっといただかない、
キャンピングカーにしてみようかなと思って買ったんです。え、でも5万くらいしかしてる。そうです。綺麗じゃん。珍しいですよ。だいたい13万キロみんな乗ってるんですよ。96、7年だったような気がするけどな。96、7年、ワーゲンのバナゴン。バナゴンっていうんですか。はい。で、距離が5万キロぐらい。はい。で、特別に130ぐらいだったらって感じですか。この YouTube 見た人だけです、ね、見た人の見て瞬き10回以内そうですね。で、まあもちろん車だけの値段ですよね。絶対安いです、この辺のあれは。これはこれから、うん、あのオールペンして仕上げるんです。全部仕上げて売ろうかなと。まあ、チェロキーもまた人気ですもんね。はい。またこの形かっこいいですもんね。うん、飽きない。これはちょっと綺麗にしないと。まだ何にも値段の言いようがないんでね。中とかすごい綺麗なんですよ。あ、そうなんですか。はい。ちょうど10万キロぐらいですね、この車。俺でもなんかね、ちょっとね、そんなこと言ってて私気になっちゃった、これ自分がバナゴあれ、移動車に、移動車に可愛いじゃないですか、うん、この選択なかったわ。あら、これ可愛いね、なんかね、ちょっと気持ちがなんかあなたのために一肌脱ぎますっていつもね、はい、もう一つ、椅子もあります。あ、本当だ、前も全部あります。じゃここで、ああ、小宴会はじゃこれが真ん中テーブルになって両方から壺八よりは最初からそういう風になってんだ。なってんですね。